今日はですね、本当青森の知らない市長をはじめ、皆さん本当に公務でお忙しい中をお時間を作っていただきまして本当にありがとうございます。九州新幹線ができたということは九州全体のいわゆる縦軸がぎゅっと縮まったということです。福岡市の博多駅から小山さんのいる熊本駅まで33分、私が住む西区まで35分かかるわけです。そう考えると熊本まで行った方が早いってなってくるとですね、これは福岡市の魅力として実は熊本の魅力もさらにそこから46分行けば鹿児島にも着くわけで、実は福岡市にない熊本や鹿児島の魅力もこれは福岡の魅力として PR することができるんですね。特に、今アジアからのいわゆるクルーズ船というのが特に去年までもすごく数が増えていました。そういったインバウンド海外からのお客さんを呼び込むためにはですね、これはもう福岡一都市の魅力だけではなくて実は各地が持っているそれぞれとっておきの魅力というのを一つの自分たちの魅力として発信することができる、こういったコラボレーションをしっかり行っていくというのが一つ政策として挙げられます。これが代表的なもの。そして市内的にはですね、福岡に、いいところがたくさんある、でいいところはたくさんあるけれどもこれが点であって線になっていない、だから面にもなれない、これが私が分析する福岡の弱点かなというふうに思います。そういった意味では回遊性をいかに高めていくかということも非常に重要と思います。そういった意味で、今年の1月に作りました予算案なんですけども、そういった回遊性という意味でですね、例えば2階建てバスを予算をつけました。それから、水上バス、中川の水上バスですね、こういったものも後押ししまして、さらにこのバスをですね、私の構想では、このいわゆるキャナルシティからですね、ずっとドームを通ってマリナーまで行きたいな、こういうような構想、イメージがあります。